うち来る飯島愛さんの話を聞かせてください。飯島愛さんは、ひろゆきさんとも芸能界引退後インタビューしてますよね。飯島愛さんも仲良かったですよね。仲良かったですね。僕がやった、うち来るという番組の初代が相方が飯島愛ちゃん。飯島愛ちゃんっていうのは、その、事務所変わって、渡辺プロに、うちのエンターテインメントに入ってくれるんですけれども、はい、そのちょっと前ですかね。これは愛ちゃんから言ってくれたことで、とか松本さんがいる会社に行きたいっていうことで、声をかけていただきまして。本当にそういう人間関係で入ってきたんですね。はい、そうですね。僕が、どうしてもっていうことではなくて、そういう話を。してくれたということで、全部エンターテインメントを選んでくれて、で入ってくれたんですね。BS の NHK で最初に歌番組をやるんですけども、その時の MC が僕と飯島愛ちゃんだったんですよ。渡辺プロに入る前。そうなんですね。そんなことも。渡辺プロに入る前に MC だったんですね。まあ、MC もやってたんです。BS の番組でやったことがあって、うん、その後渡辺に入ることになるんですけど、で、うち来るをやって、でもね、本当にね、飯島愛ちゃんってすごくて、もう亡くなっちゃってね、随分経ってね、まあ今でもお墓参りぐらいしか行けないんだけれども、年に1回ぐらいね、お邪魔させてもらうんですけども、うん、本当にあの頃引退してね、まあ本当に自分でこう仕事をやって、新しいこう、ビジネスを始めると。本当それの会見の数日前に亡くなってるんですよ。ちょうどその頃です。今から15年ぐらいも辞める前ですよね。俺に一番最初に言ってたのは、ヒデちゃん時代が変わるんだよって言われて、自分は引退するからいいんだけど、つって、何するのって言ったら、ヒデちゃん、これから時代は YouTube だよって言われて、はいはいはい、結構すごい前に。で、誰もその頃 YouTube なんて言ってないよね。うん、僕なんかテレビしか考えてないから、今から15年ぐらい前でしょ。で、YouTube だからって言われて、YouTube って何？いわゆるヒデちゃんがさ、企画書とか作ってさ、出してんじゃんって。あんなん出さなくていいんだよ。もう今日から始めていいの。何言ってんのと思って、はい、僕ら段取りをね、企画書を作って局に出して制作に出してで通って初めて絵になるわけじゃん、うん、なのに今日やりたいものは今日できるんだよ、中山秀樹のチャンネルができるんだよ、どうやってって、それが YouTube なんだよって説明されて一個も意味が分かんなかったんだけど、あの時やってたら一番最初だったよねですね。だから愛ちゃんはね、ずっと自分撮ってたんだよ、はいはい、撮ってたでしょ、撮ってます、はい、撮ってたからあれによく俺とかの話も出てくるんだけど、あ、だからあの映像どこにあるんですかね、どこ行っちゃったんだろうね、だからあれ YouTube でやろうとしたんだよね、そうですね、はい、だから僕その飯島愛さんのブログの一番最後のページに僕載ってるんですよね、あ、本当、ずっと回してたんでしょ、インタビューも回してて、ね、でその、うん、ちょうどニコニコ動画っていうサイトやってた頃で、うんうん、でそこでこういうイベントがあってみたいなところで、そういうなんかイベント来てくださって、でその時になんか僕の後ろ姿の写真がその後の飯島愛さんのブログの最後に載ってて、うん、っていうのでこう、まあ、割となんか うまくいくんだろうなこの人と思ってたら突然いなくなっちゃったっていう。